そうさ、何と一番うまいになる本気に。この広がりをリビングと呼ぶ。ザ・リビング、ヘーブンハウス。150年前から始まった鉄道の進化は、この国を動かす原動力でした。行き先は新しい未来、鉄道開業150年。70% 息苦しさ軽減、フィッティブレステックマスク。私たちは安心しました。バトルしました。介護施設に。私は保育園にしました。その土地を愛される場所に、土地活用は木下不動産。大人エレベーター、それは大人を旅する不思議なエレベーター。それは歌の輝く夜だった。幸せとは自分だけじゃない、なんか自分一人の世界ではないかな。半径5メートルぐらいの感じが今浮かんだ。生まれ変わるとしたらまた自分になりたいですか？もちろん自分がいいです。そんなに嫌なやつじゃないと思う。頑張ってる方がそう思うし。大人の生、札幌生ビール黒ラベル。佐藤製薬からジャビットスーパーバズーカのお知らせです。ジャビットスーパーバズーカは3回表終了後に行い、ジャビットスーパーバズーカ T シャツをプレゼントいたします。グラウンドに登場するジャビットやヴィーナスにアピールして T シャツをゲットしてください。以上、佐藤製薬からのお知らせでした。あった、何一郎さん的ルーティン、私にもあります。スイッチを入れるときのルーティン。来てたね。その一本に生薬の力、スイッチを入れたいときに UKL プレミアム。東京ドームご来場いただき誠にありがとうございます。ジャイアンツスタジアム MC 高橋達子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今シーズンも東京ドームのジャイアンツ戦では、ジャイアンツ OB レジェンズの生解説を聞きながら試合を楽しめるレジェンズシートを実施しております。本日そのレジェンズシートで解説を担当していただくのはこの方です。大きな拍手をお迎えください。ハンドリー吉永さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、高橋さん、ジャイアンツ東京ドーム5連戦2戦目、はい、対ドラゴンズ2戦目、昨日ちょっと悔しい試合がありました。いや、悔しいなんてもんじゃないですよね。ちょっといけたかなと思ったんですけどね、ちょっと残念でした。ただそんな中、まあ、今日取り返せばいいということで、試合中レジェンズシートで香取さんにはたっぷり解説していただくんですが、ぜひこの時間東京ドームにお越しいただいたファンの皆様に何かこう香取さんから一つ注目ポイントがあれば教えてください。注目ポイントですね、今日小笠原投手の方がチーム全体としては3割持ってますので、その中でも
何名かはかなり高打率を残しています。今日も残してもらいたいなと思います。そうですね、私も先ほどちょっと小耳挟んだ情報になりますと、ウォーカー選手と丸選手ですね、その2人が残してますので、いいタイミングで出てそこで1本見てもらいたいと思いますね。まあ、昨日通りのオーダーですと2番ウォーカー選手、3番丸選手ということになりますから、じゃあこの辺り注目ですね。当然です。ました。そして今日レジェンドシート香取さんともうお一方ダブル解説、ドラゴンズ OB 与田剛さん。はい、もうちょっとどよめきました。あの外野の方にいますのでぜひ見に来てください。さすがですね。はい、ということで、はい、じゃあぜひお二人でレジェンドシート盛り上げていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。試合が14時プレーボールです。オフィシャルプレミアムスポンサーダゾーン、オフィシャルオンライドキャップサンダイナブルウェア、オフィシャル DX 推進パートナー NTT ドコモ、オフィシャルスポンサーマイナス、オフィシャルスポンサーコーワ、読売巨人軍、ご覧の皆様にご支援いただいています。
ベンチにはシスタージャビット。
はい、よろしくお願いします。ひょっこりしてくれました。そしてグランド上にはジャイアンツ勝利の女神たち、ベーラース。さらにグランド上にもジャビットファミリーが来てくれています。ビルです。あ、大井お茶しっかり秋バージョン持ってくれています。大井お茶で喉を潤しながら今日も試合盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。お茶飲んでますね。はい、よろしくお願いいたします。さあ、改めまして、ジャイアンツ対ドラゴンズの2連戦2戦目を迎えています。まずはご来場いただきましたドラゴンズファンの皆さん。